皆さんこんばんは笑って暮らして医者すらず私はアシスタントを務めます倉島もみこですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感した様々なゲストを迎えし貴重なお話を伺いながら参考にしていこうという番組ですこの番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です先生今日もよろしくお願い,いしますよろしくお願いします えまあお米を食べるのがまあ日本人特に日本人にいいんじゃないかと、はいはい、それからまあどのくらいの栄養と組み合わさって食べるのがいいかとあいうこともはっきりしてきましたね、はい、えそうしますとあのまあ今日これまだあ,のある程度3回4回っていかないと分かんないんですけど食べ方は大体分かったとそれから運動の仕方は片山,あ片山先生はあの運動の仕方じゃなくて姿勢ですね歩き方とかね、はい 運動はあの今度は佐藤さんとかね、はい、毒物は小崎さんとかね、はい、だんだん整ってきましたからえ我々もあの医者に行かずに生活ができるような目処が立ってきたように思いますけどね、はい、それでは早速先生をご紹介したいと思います柏原先生です今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれでは早速先生本題の方に入ってまいりますそうですねすえ3回目になりますが、はい、まあき基礎編があって お米のいろんなまあその栄養とか、はい、そういったものがタンパク質のぐらいとかやりましてね、はい、それで我々貧乏人は卵と納豆と米とおしんことか味噌汁と、はいはい、こういう感じかなとイメージが湧いてきました、ねはい、さらにあのこれはねほとんど社会的なヒステリーか、うん、なんかそういう問題だと思うんですよそれからもう一つは厚生労働省がメタボとか言ったんでねもう日本人は異常にこう 太ることに恐怖心まあいうような状態なんで、はいえー、それはもう米だとかねそういう決めつけもありますので、えー、まあ,あの体重なんかとよく考えた場合にどういう食べ方どういうのをするべきかということをちょっと先生に今日はお伺いしたいと思います。先生が作っていただいた資料を読めば太らないご飯の食べ方、うん、だけど ご飯ってそんんななな太らいいじゃですか基本的には太らない食べ物なんですけど食べ方が悪いと太ったり血糖値が上がったりする人もいるんですよね。どういう点に注意したらいいかということでまず第一基本はカロリーの内訳一つは組み合わせなんですけども食事として定食で考えた場合におかず 多くてご飯少ないっていうバランスだとちょっと太りやすいんですよ。よ、はあ、どちらかというと。はいはい、でこれはあの私あの大谷さんのいろいろお手伝いをさせていただいてなるほどいる定食屋さんですね。はいはい、のあの定食をちょっと事例に計算をしてみたんですけれども、あのおかずだけで食べた場合が単品という、えーはい、カロリーは少ないんだけれども、黄色いとこ脂質の割合が高いんですよ。 この単品ごは飯なしですおかずのみおかずのみですねそうするとカロリー少なめですけど脂質が35%ぐらいこれはちょっと多いんですよでここにご飯を少し追加するとその分カロリー上がりますけど脂質の割合が下がりますなるほでこれを普通盛り大盛りするとその分カロリーは上がっていくんですけども脂質の比率が下がっていくいこれでまあ大体 炭水化物で60%っていう状態になるということですね950キロカロリーなのでおかずとご飯のバランスが大事であるということなど。で脂質の比率を高くしすぎないことが燃えやすくて太りにくい食事のパターンなんですごはんも一緒に食べていただくと大丈夫という感じですね 日常食っていう方で前回も出てきたお弁当箱でのバランスなんですけど普段のお弁当はおかず少なくてご飯がしっかり日の丸弁当っいうパターンなんですけど、えーえー、これね図が難しいですけどこれはこっちがご飯でこっちがおかず,おかずところが外に出て食べるとこっちがご飯あ違うおか,おかずでこっちがご飯と、はい、焼肉ばっかっか食たりして刺身とか。か <laughs> はい、それでご飯が最後に「ご飯も食べますか?」とか言われてたじゃあ食べようっていう時があるってそんな感じですからね。はい、で一般的に売ってるお弁当もやっぱりおかずが多くて。そう ご飯が少ないっていうのが多いんですよ。確かにそうですね。市販のやつです。ヘルシー弁当っていうものほどおかずが多い。ご飯がちょこっとしかないっていう。ヘルシー弁当というのは実はヘルシーではないと。私から見るとバランス悪いなっていつも。確かにね。そうですえっとあの千円ぐらいのねあの新幹線の弁当だとね、おかずが多いですよ。でご飯すごい少ない。やっぱり七百円ぐらいは食わなきゃないですね。そうするとあの食費ダウン楽ちんでかつバランスも取れる。 普通の食事のおかずを半分にしてご飯を倍にするぐらいの感覚がちょうどいいですよっていうイメージで,ー、ねね、でも、うん、おかずが多い食事の日があるのもオッケーなんですよ<う>外食したりそういうのはありっていう形です、ね。早速文字が出てきましたが林先生はいこっち,のこっちがいいですかはいそうですねあの、はい、東京工業大学の林先生の研究で。えーはい、なるほど。はい あの同じカロリーのものを食べた時に、はい、早食いして噛んでない人とよく噛んでる人では食べたカロリーの消費量が全然違うのでいこれは黒丸が急いでたん、はい、ですいで白丸はよく噛んでる人。えー、でこのぐらいのカロリー消費量の差がつくんですよ。これはだけど時間あたりカロリーあたりキログラムだから、はい、時間あたりっていうことはよく噛むと。 1> 1分間あたりのカロリーのでかとすこれが、えー、とグラフが食事が終わってからの消費なんですけ、ね、食事あ<ー>食べてる時だけじゃなくてうん、うん、よく噛むと、はい、食事終わってからこれ90分間見てるんですけど<ー>90分後までの体が消費するエネルギーにすごく差が,、はい、差が出てくるはいつくっていうことなんですでこれをあの長期で見るとですね えー、これは1回に300キロカロリーの,あのものを食べて実験してるんですけどそれでこんなに差がつくんですよ、えー、で、これを体脂肪の量にすると年間、ね、で1.5キロぐらいの差がつくんですね<ー>体脂肪だけです、うん、か同じカロリーの食事しててもよく噛むか早食いするかでこれだけ差がつくすごいですねちょっとね <laughs> これびっくりだからこれちょっと読んでみてくださいえ。では読みましょう 急いで食べるときに比べてゆっくり食べる方が食後のエネルギー消費量が増加することを明らかにした3 0 0カロリーのブロック状の食品をできるだけ急いで食べるとその後90分間のエネルギー消費量は体重1キログラム当たり平均7カロリーだった一方食の塊がなくなるまでよく噛んで食べたときには180カロリーというに高い値だった、うんうん また消化管の血流もゆっくり食べたときの方が優位に高くなったことからゆっくり食べると消化吸収活動が増加することに関連してエネルギー消費量が高くなったものと推察されるということですよね。これは300キロカロリーのものだけなんで、えーえー、食事に置き換えるともっと大きな差がつくそうですよね。3何、はい、カロリー以上は大体皆さんと言いますよね。そ,はい、それは分かったんですけど。はい どうしたらいいか <laughs> よく噛んで食べるだけどほら次にもしたい仕事もあるはいね、はい、まあ10分で食いたい、はい、食っちゃいけないじゃ高速に噛むっていうことですよね <laughs> あ高速 <laughs> 咀,嚼の回数咀嚼の回数を <laughs> 咀嚼の回数を <laughs> ゆっくり噛むことが面倒であれば、はい、もうとにかく噛むっていうスピードを上げるっていうか、えー、やっぱり大事なのは彼女と食べることじゃないですか <laughs> えそうなんですか,あのか彼女と食べると会う時間が長い方がいいからゆっくり食べて話をすると <laughs> る<ほ> <laughs> ね彼女と食べる時は全部食べちゃいけないんですよ残すんですよどううしてて残すかっていうと 私はあの食事にあなたと食事をしに来たんではない、うん、会うために来たんだからなるほど食事は残すってそう。それはあの <laughs> フランス料理のああ<ー>作法の一つですね。聞いたことありますすねそうです、えー、これなんかすごいデータですねこれ。 で噛むっていうことがそれだけで消費が変わる取るもの同じでも消費に差がすごくつくのですからねやっぱり食べてる量同じなんでしょこれそうなんですあまり食べてなくても早食いの人は太ってる人が多いんですよそういいい早食は太りますすねなんでだから食事を減らすより何より噛むこと食事の時間を長くすることなんですけど今のなんとなく健康的なイメージって 流動的なが多いからね液体食が多くて効率よくしようっていうこれをしてるとどんどん噛む力も衰えるし脳にも刺激がいかないし唾液も出なくなるっていうすごい危険な食事ダイエットでよくこれに置き換えるとまるみたいなその期間はいいかもしれないですけど長期的にはマイナスが大きいですよね本当に 咀嚼して食べるっていうのはそれ自体が運動なんですよ、うん、で特に咀嚼自体も運動なんですけど、うん、胃腸が消化するこ、はい、こがものすごい筋トレ、うん、胃腸って筋肉なんで、はい、はいはいそうですね、はい、で咀嚼と胃腸の筋トレをしっかりしてると、うんうん、老化しにくいんですよ僕ね、うんまあ、そういう,うに柏山先生が言われるとね 昔から男っていうのはね男の子ってのはお母さんにいつもそう言われて怒られてるからね <laughs> 途中でなんか怒られてるこ、ね、とかなんで「すよ噛みなさいって言われ続けてそう言われ続けもっとゆっくり食べなさい。それだけだとやっぱりなかなかこう面倒くさいってなるんですけど、うん、噛むと痩せるよとか綺麗になるよとか、うん、あの病気になりにくいよっていうやっぱその結果を知ると。 ちょあとはやっぱり食事の時に、はい、まあ会話をね家族とかと会話をしながら、はい、まあゆっくり噛みながらということになると、はい、もしかしたら早食いが防げるなんていうこともあるのかもしれないですよ、ね、でもう一つはあの食事の時に皿数が少ないと丼とかだと早食いになるんですよ。はい、ああなるほどなるほど、はいで。例えば牛丼一品だと瞬間的に終わっちゃうんですけど。 牛皿定食にしてお,<う>おかず乗っけ,けないだけで食事の時間咀嚼の回数が飛躍的に増えるのでああ私がちょっとここでねあのうんちくを傾けるとね丼 <laughs> というものが出現したのはだって室町時代ぐらいなんですけどね今から500年ぐらい前、はい、あ何でできたかってらったらあの、ね、食べるところがない労働者のために路上で書き込むために出てきたんです丼というものそのものが。 米の上に何か乗せて労働者がこっちから来るとばあさんがこう出してでこう言ってここで食べて路上で食べて返すというシステムの中であの丼物って出てきただから今言われた通り書き込むためのものなんですからね結果的に租借がなくなり消費が落ちるんで急いでる時たまにはいいんですけど、うん、普段はできれば もうご飯と味噌汁とおかずっていう、分けてある方がいい。あ、なるほどね。ア、はい、ンプレートとかじゃない方がいいんですよ。あ,あ、牛丼じゃなくて、牛皿っていうか。別になってるやつ、はい、はい、定食ですね。定食ね。はい。で、あのお皿を持ち帰るときに時かか。時間がかかるから、大分。それが、お食の時間になって。<ー>はい、かなり変わってきます。なるほど、ねで。同じ定食でも。普段はおかず少なめのシンプルな定食で。 あのおかずが多くなるのはごちそうなんで楽しむ時時々外食で行くとかみんなで集まる時はおかずが多い食事っていうメリハリをつけるのが楽しく続けられるコツかなと、うん、だからそんな <laughs> 桃子さんもあの梶原先生もさ <laughs> 真面目な女性かだからな。<laughs> おいなんです美味しいものを食べるけど、はい、普段はでも楽した方がいいんですよいろいろ作るの面倒くさいので、はい、洗い物少なくして、ね。そううなんですあそうなんで僕もね単身で今やるとね、はい、お皿の数を数えながらこう作るからね、はい、またここで個かーっつうな <laughs> だけど洗い始めたら洗う時 が4皿でも5皿でもあまり変わらないけどね始まればねすぐですけどね <laughs> <laughs> であの少し速報でメカニズム的に考えてみようということで、うん、第5節は痩せ体質を作るメカニズムですね太りやすい原因をまた別の角度から少し深く考えてみようということなんですが、はいえー まず代謝のメカニズムですねどういうふうにカロリーな消費されていくかとというこなんですがどうしても太る痩せると考えると食事は入る方ばっかり見るんですけど大事なのは消費する方うれはそうですが太りやすい人は大体食べてる量の問題よりも消費する方がうまくいっていないケースが多いそうです女性なんかほとんどさボっててじっとしててね山を食べたらそりゃ太るなと。 世の中の人はじゃあ消費イコール運動しようって思うんですけど、あそ,そ,あそれがこれ、大切なんですよ。確かに運動、このブルーが基礎代謝だからね、これ運動に関係ないから、はい、運動も消費なんですけど、少ないんですよ、うん、影響が。うん、圧倒的に大きいのは基礎代謝と言われる、はい、何もしないで消費している部分、はい、で、はい、ここが落ちてる人が太りやすいんですね。運動の消費 よりもこっちをどうやってあげるかなんですけど基礎代謝を上げるのって実は結構難しい筋肉が多いことそれも一つそれから体温が高いことはい。あとは何ですかね内臓が強いっていうかそういうのもあるんですかねな何,何があるんですかね、うん、でそういういろんな体の状態もあるんですけど、うんうん、実は基礎代謝量って自動コントロールで 自律神経が調整してるんでストレスがかかると下がるしあ,なるほどあとは入ってこないと使っちゃいけないっていう指令になるんで、はい、食事減らすすすとと基礎代謝を落とすんですよああそうかそうかあそれはそうですよね、はい、入力が減ってきたからちょっとお前少しじっとしてろとそ、はい、れで胃腸なんかも全部できるだけ使わないようにして、はい、ますます調子が悪くなるそうなんです なので基礎代謝を上げるために重要なのは食事量を増やすちゃんと燃料エネルギーを増やすことこれなくしては基礎代謝は上がらない逆なんだね、今のやつはもう少し厳しく言うと食事を取ると太るんじゃなくて食事を取ると痩せるという意味も食事を取ると痩せますという考え方も考えてみなきゃいけませんと。 食事を取るってことは入力を増やすだけなんだから出力のこと言ってないんだから、はい、だから食事をうんと取るとお痩せるという関係もありうるっていうか、まあ、あると。 食事を減らせば確かに痩せるんですけどそれって一時的で食べるのを減らして痩せた時は基礎代謝も落ちてるんですよ。今度食べたら基礎代謝が落ちてるからぐっと太っちゃう。すごいリバウンドするし基礎代謝が下がるとどんどん体の機能が落ちるんでそうすると年齢とともに基礎代謝はやっぱり下がるんでどんどん減らさないといけなくなる。 食べれば食べるほど痩せるとかタバコを吸ったら肺がんにならないとかねこういうの好きなんですよ。と矛盾してるようにも感じそうですね年取って基礎代謝下がると寝たきりにいっちゃうんでそのためには年取るほどしっかり食べるっていう考え方がすごい大事でこれはカロリーを使う消費の方のイメージをちょっとマッチにしてるんですけど。 左の枠がマッチですねマッチってこの燃料の部分が木の部分ですけど赤いところが着火剤でここが火をつける役割なんで燃料だけあっても着火剤がないと燃えない炭水化物が食事でいうと燃料なんですけど。 これだけだと燃えなくてなるほどここに着火剤となる役割の栄養素でいうとビタミンミネラルがちゃんと取れて初めてああビタミンミネラルがあって、はい、かつ炭化水素がいっぱいあると、はい、ぼーっと燃えて元気な生活を送れるけど、はい、あのビタミンミネラルだけ取ったって こっちの炭酸水化物の燃えるとこが少なかったらだらしなくしか燃えないとそうですねでこれが例えば白米に雑穀とか入れて食べててもご飯量が少ないと燃料が少ないんであまり改善しないんですなるほどご飯の量をしっかりとることっていうのが基礎代謝を上げて燃える体太りにくい体っていうのにすごい重要で実際にそういうふうにやった人の体はどうなったかっていうと はい、この人はあの自転車競技の選手で,えー、えー、でもともと運動いっぱいしてるんですよ、はい、で運動してるのに痩せられない人って多くてそういう人は大体燃えない状態になってるんです、ね、このビフォーも 選手なのにおな腹が出てるとそうなんですで運動してもしても痩せないって言ってご飯をんですよそれで先生のとこに来たそれでいやご飯足りないよとそれだと運動しても燃えないから痩せないそれをこれたった2ヶ月じゃないですかそうなんです二ヶ月たった2ヶ月はいで食べてたご飯3回お茶碗に1杯だったんです軽く1杯でも若いし運動してるから全然足りなくて 1>, 1回に5杯ぐらい食べてって言ったら「うんうん、<laughs> こんなに食べていいんですか?」って「うん、痩せたいんですけど」って言ってたんですけど、うん、やってもらって。1日大体えっ、ー、と15杯ぐらいですね。杯で僕ね先生の話聞いて先生ないや先生の教え子の話聞いて、はい、なんか567月かなんか2合ずつ食べだしたでしょ僕もね、ま 全く体重が増61から6 2キロびったし同じ、はい、だからこんなにご飯食べてもや太らないんだなってうのは僕も実際自分でやってね、はい、経験がそうでしたけどまあご飯食べるとって若いからね運動す毎日あそかそか猛烈に運動してるんですよああそかそか<で>だからそのくらいのカロリーは消費してるそうなんですだから だからこの人内臓が弱かったんだね消費してなかったっ消費してなかったそ,、ね、それが消費できるようになって、はい、なので食べても食べても痩せるって言って怖いって言ってたんですけど <laughs> でも顔つきとかも全然変わってく顔が正観になってね本人が性格変わったもうこれはあのこっちだったら中年っていう感じだけどこっちちょっと分からんの <laughs> そうなんですそれがさ<で>また今度ボクサーはい私あの結構アスリートのサポートでああなるほどボクサーなんかも サポートしていて、今度は WBC の世界フライ級チャンピオンが出てきました。そうなんです。あの彼の食事4年間サポートしていて、で、あの28歳の時からスタートして、で全然あの強くなれないって悩んでたところで、じゃ食事変えようよって。一般的にボクサーはみんな減量の時炭水化物抜くんですよ。あなるほど。なる炭水化物ダイエットがほとんどなんですけど。 逆にご飯食べた方が痩せるよって言って食べる量増やしてもらってまあこの木村さんもだけどそれに踏み切ったってことは結構勇気がありましたねやっぱり怖かったんで最初2週間だけやってみようって2週間ご飯量増やしたら 今まで全然痩せなかったのに2週間で1 5キロ痩せたんですよ。そうねそれであれってしかも調子がいいっていう僕みたいなスポーツ選手じゃなくても怖かったもんねこんなためにいいんだろうか結果的にご飯しっかりでなおかずの量はちょっと減ったりしてるんですけど筋肉も全然同じ体重です全部でも体つきが全然違う。 しっかり食べて体重を落とすっていう,うことができると、そう,うん、そうすると体力つくんで、はい、強くなるんですよ。それはそうだ。はい、うん。ね、食べずにフラフラになって痩せてるボクサーと、はいはい、しっかり食べてキってやってる、えー、ボクサー。これ食トレって言うんですか。私は食事でトレーニングっていうことで。<laughs> 食事は確かにねこんなにご飯食べていいのかと思うから決意が必要ですよねちょっともう今の世の中怖いですよねそのぐらい洗脳されちゃってるんだと思う完全に洗脳されて僕みたいに洗脳されにくい科学者でも洗脳されてやっぱりご飯だけじゃなく食べたら太るって洗脳されてるんですよそうかそうかそうかそ出力のこと考えてないからねそうなんですあと次体温はいで結局 基礎代謝で大きいのって体温で、うん、まあ燃料入れれば燃える、うん、燃えた現象は体温として現れていて、うん、今日本人の体温ものすごい下がって、うん、もう35度台がいますからね、はい、低熱がやっぱり5度台ぐらいの人が多いんですよう、うん、でもう6度以下って生命活動低い、うん、基礎代謝低い、ねまあ、一番の激しいのは NK 細胞が 減ってきますから、あの癌になりやすくなります。いろんな病気、で、今もこんなにインフルとか流行ってるのって、もう免疫力低すぎるんですよね。で、それは、こう、なんか乳酸菌がどうこうじゃなく、体温をまず上げないといけない。今日は、あの、パキスタン料理ですけど、最初からご飯出してもらう。んですよあ、ご飯とね。日本酒っていうのは、どうなの。あ、ご、あのお酒は別物です。もう、ご飯にカウントしないんですね。あれは、もう、あの、発酵して。

であの体温って一日の中でもこう周期変化してて、はいね、朝が低くそうです夕方が一番高い、はいはい、でこの低いタイミングを基準に寝起きで測ってほしいんですけどちゃんと朝から高いところに向かっての体温の差があるかもすごく大事でこのリズムは自律神経が作ってるので体温が あのちゃんと上がってない人は自律神経のバランスが悪いんですね。であと体温の水準が低いと燃えてない消費してないから太りやすい5個しっかり上がってここから下がることが入眠の質睡眠の質になるんで不眠の方は大体この。 上がががりりり下ちゃんとできてなかったり山がずれてるはい多くてこれを整えるのもやっぱ食事でちゃんと変えていくことができるんで僕は郷土の不眠症だったんですが50歳からもう寝なくていいっていうふうに決めて今はもう寝なくても全く構わないという生活をしてもう26年になりますからどうも人間って寝なくていいのを感じしますよか寝なきゃいけないって思う方がまたよくないですよね そういういもありますけど、まあそれはもっとあれですが、はい、まず体温を自分でチェックしましょうはいで、まあ、寝起きで動く前に測って36度超えてなかったら、はいはい、ちょっとやばいと思ほし朝僕は測ってないけど僕大体36.3度ぐらいだけど、はい、多分測ってんのはまあぐずもうその時ただ測ってるだけだから10時頃とかそのくらいですかね、はい、で理想の体温は6度5分以上7度ぐらい、うん、それはねもうねあの ものすすごくよくよ研究されてます、はい、それでできれば37度に近い方がいいっていう人が多いねお医者さんっていうかそういう基礎代謝の人は6度8分を目指しましょうって私はよく言ってるんですけど,ど,どでも今の人6度8分はもう具合悪いんですよ普段が低いとふだん5度台の人は6度8分はだいぶ具合悪いと思はい。でやっぱりこのベースを全体上げないといけない。ーえー、っと 風邪ひいたら体温が上が上るのはそのの内部やっつけるためですからね,ね体温はまあ体力が悪くならない限り高い方がいいことはそれは間違いないですね、はい、体温を上げるにはどうしたらいいかとう、ね、もうそれは先生がずっと言ってたみたいに、はい、もうそもそも,あもう食事とらえダメよと燃料が足りないんだと熱は出ませんよと特に炭水化物を取るとってことはい、ご飯を取るとご飯が。 炭水化物もいろんな炭水化物があ,って、うんはい、ありますよねパンとかね小麦も炭水化物そうそうパンとか麺もそうそうでもこれが、うん、ここはですね、うん、エビデンスがなくて分かんないんですけど、はいはい、でも米を食べた時は体温すごく上がるんですけどパンとか麺それはね日本人だからかもしれないのはね世界を大きく分けて魚とご飯米、はい、麦と肉っていう大きな。 分,分離があるんですよ。はい、なぜそうなってるかわかんないんだけど、そういう組み合わせになってて。え、魚を食べるところは米を食べると。日本はね、それのまた一番極端なケースなんです。はい、それで。まあ、ちょっとあの脱線しますが、あの大陸、あの。中国なんかは大陸で米なんですけど。うん、だけども、やっぱり日本人と相当違うんですね。そうですね。ですから海洋。 なんかあの日本の民族とそううの似てるのは日本とかインドネシアとかフィリピンとかセ論ンですねああいうところがこう似てるんですけどね、はい、だからそれはやっぱりあのあの日本人の中の酵素の分布とか、まあ、そういうのが違うんじゃないですかねそうですね、ええええ、で本当にあの、うん、もう日本人の場合は明確に米だと体温がすごく上がるんですけど小麦系は体温上がるでしょ、うんうんうん、そうなんですね、はいうん、それはまあそうかもしれません なので炭水化物が燃料なんですけど、うん、どんな食材かが大事で、うん、炭水化物の中で一番冷えるのは、うん、砂糖ですね甘いもの、うんね、ああなるほどね、はい、柿が冷えるって言うじゃないですか果物の柿柿ですか柿はあの明智光秀が刑場に引かれる時に、えー、あ今から1時間後ぐらいに処刑になっちゃうと、えー、柿がここにあるから最後に柿を 食べたらどうかっつったら明智光秀が私は母親から柿を食べると冷えるので食べるなと母親から言われてますとこれは有名な言葉なんですよだって一時間後に処刑なんだから体冷えてもどうでもいいんだけど <laughs> そういう作物ってありますよねありますねあの特に季節感で冷えるあ,あ,あのる果物とか野菜っていうのはありますね、うんうん、なるほどはいでこれ最後にメタボ改善は そそそうそう、う自律神経ねそうなんです、うん、メタボって食べ過ぎだと思ってる人が多いんですけど例えば血糖値だと糖を摂り過ぎてる、はいでえー、乳酸値が高いとプリンター取り過ぎてるって食べ物のせいにしがちなんですけどそうではなく、うん、取ったものをちゃんと代謝できてないことの問題なのでそこは自律神経を整えることで。はい 逆にメタボの改善は、うん、しっかりとって基礎代謝を上げる上げることが必要なんで、うんはい、食事減らして、うん、一時的に落としても、はい、リバウンドするんで、えー、そこをちょっと見直してほしいなっていう,うそうですね、はい、とにかく皆さん <laughs> 今回はこの映像をよくご覧になってですねどっちになりたいかもう男性だったら絶対こっちになりたいですよそれはね だからこれたった二ヶ月はい、運動の部分は変えてないので運動でもは変えてないはいこは。こっちは三倍こっち十五倍ということで今日はこの今回はこのエビデンスを持って終わりにしたいと思いますはい。それでは今日はここまでということで竹田先生そして梶原先生今回もありがとうございましたまた、えー、次回も引き続き梶原先生にご登場いただきたいと思います笑って暮らしていさしらず今日はこの辺で失礼いたしますありがとうございました